はい、ではね、1点お知らせがあります。第2期補習講座の7日目から9日目、それから当期補習講座の A 日程の分ですね、第2期補習講座に関しては東南アジア、東アジア、オセアニア、当期補習講座はですね、2017年、2018年の選択の過去問を使用しています。なので、全く同じ問題使っているためですね、これ昨年の動画をチェックしてください。ただ流れが分かりやすいように、再生リストを作成済みです。なのでここのね、備考欄のところに、再生リストの URL を貼っておくんで、そちらから見るようにしてください。はい、なので、新たに動画を撮ることはしませんが、全く同じ解説になるので、そちらを、ご覧ください。問題もその動画の URL に貼ってあるので、そこからダウンロードしてもらったらいいかなと思います。はい、じゃあね、短いですがこれで終わります。